です。よろしくお願いします。出演が決まったとき、どんな心境でしたか？オーディションで今回決めていただいて、で、ジョージョ監督と2度目だったんですけど、1度目の作品決まって撮った後に、この作品のオーディションも受けたので、すごくまたご一緒できるっていうことも嬉しかったです。二面性はもちろんあると思います。というか、二面どころか、なんか自分でも把握できないくらい多分多面性があると思います。常識はあると思ってますけど、あるとしたら、そのありえない状況をやっぱり演じる時とか、フィクションの中でですかね、お芝居する時です。長期というか緻密に計画を結構練るタイプで、もともとは例えば学生時代のテスト勉強だったりとか、すごく緻密に計画を練って全くその通りにいかないタイプです。すごくはっきりしたものはないですけど、考えてみると、やっぱりなんか人前に立って目の前の人が笑ったり泣いたりするっていうことは、やっぱりずっとやりたがってたんだと思います。無欲だねって言われることもあるんですけど、面白い作品に出続けたいです。強いて言うとしたら、でもその時々ですごく変わると思います。河合さんにとっての禁断の扉とは？禁断の扉、ちょっと難しいです。まだ見つけてないです。見つけたらお知らせします、はい、女子高生に殺されたい、4月1日公開です。すごく変わった設定の映画になってるんですけど、いろんな人に楽しんでもらえるように作られていると思うので、ぜひ少しでも興味がある要素があったら覗きに来てもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。殺されたい。僕は殺されるためにこの学校に赴任してきた。どう思ってる？東山先生いい先生だと思う。愛か東のこと好きなの？登場人物は揃った。先生、二人きりだと名前で呼ぶんだね。こんなとこ誰かに見られた。絶対条件、完全犯罪であること。待ってたんだよ、君が女子高生になるのを。思いってさ、もしかしてどうして？お前何企んでんの？やっぱりあの子。キャサリン、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 君なら僕を殺してくれる。やるなら俺が殺してやるよ。キャサリン、女子高生じゃ。女子高生に殺されたい。